近所の方々や地域の互助で、泥かきや片付けしている様子が、現場ではありました。災害廃棄物とかを地区の中で、仮置き場を作って出しているような姿とか、泥かきしているような、形はありましたが、多分今後家の中、家屋ですね、床の下とか壁の中っていうものをどうするのかっていうことが多分これから課題になってくるのかなと思います。